ワクワクモーニング放送終了後でございます。今日はひろみさん、はい、紹介してください。はい、ですね、実は、昨日こんなイベントがございました。こんなイベントです。はい、上田市熊高校同窓会、会員大会というのがありました。はい、そこでですね、はい、いいですよ、いいですよ、はい、続けてください。はい、ですね、そこでですね、こちらの素敵なダンディーな男性をゲットしてまいりました。はい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 、はい、こちらはですね、ブッチムジャさんです。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、はい、嬉しい。うわ、同窓会のですね、講演会でムジャさんが講演をされていたんですね。生きるという、題名で講演をされていたんですけれども、はい、そちらの講演を私は後ろの方でも直立で1時間近く聞かせていただきまして、で今度ですね、皆さんご存知かと思うんですけど、ムジャさんは俺たち預金族の懺悔の部屋で懺悔の神様、はいはい、いやありがとうございます。ありがとうございます。ね、昔の変な格好で原始人みたいな格好してやってましたが、今日は時代の最先端に立っちゃダメだろ。こんな感じでどうかしら。わ、素敵です。さすがはこんなもんでございます。歌舞伎町あたり歩いてるとおっかないおじさんに間違えてます。なんですけれども、何を言ってたかよく分かんなくなっちゃったんですけど、そう、それで、お笑いの関係の話等といろいろ生きてきた中で、海外にボランティアに行かれたお話とか、はいはい、アフガニスタンでしたっけ、はい、行かれたお話とか、いろんな本当にね、もうすごい、もっといっぱい聞きたいくらいに、いろんなお話をでも1時間の中でギクッとしてくださったんですけども、で一番最後に、やっぱり今されている劇団懺悔まんまですストレートですよね。神様が懺悔という劇団を立ち上げられまして、はい、今生きるというお芝居を、されています。いるんですね、はいはい、そして、リスナーの方もいらっしゃいます。東御市で10月28日に公演があるということで、はい、もうこれは枠もに来てもらうきゃないということで、リスナーの方ですね、昨日誘っちゃいました。すみません、本当にもう無礼にもそうですよ、ありがたいです、はい、嬉しかったです、ね、いや僕もね、ひろみさんが昨日の夜電話いただきまして、え、本当にっていう、もう本当ありがとうございます。ねえ、ぜひリスナーの皆さんにですね、はい、富士に足を運んでもらえればですね、もう本当に幸せでございます。はい、ねえ、本当に今日はですね、本当にブチブチさんありがとうございました。とんでもございません。はい、そしてご縁をつないでくださったヒロミさんも本当感謝ですね。ありがとうございました。あ、うわー、なんか、うわー、すごい生握手だ。ふん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 ありがとうございます。まあということでですね、本当に今日はですね、もう懐かしい気持ち、 CM ソングの日でしたけど、今日はね、いやもう本当に登場自体が懐かしく、もう元気を与えていただきました。ブッチムシャさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。